どうも、池田さん。ネオ o f p の藤井、そして、メガネ男子の藤井です。はい、えー、今日はですね、こんな格好でお届けしてるんですけど、えー、とですね、今日は池田さんにね、向けてメッセージをこれ、ちょっと動画で撮っています。で、まずですね、その前にお前なんていう格好をしてるんだって言われそうなんで、先に説明しておくとですね、えー、っと、今がですね、21日の夜12時5分ということで、 あのまあえー、と19日ですね、あのーの、皆さんやっていただいて、えー、すごかったんで、ですねぜひ皆さん一人一人に動画を送りたいなと思ったんですけど、今日朝からずっと出ててですね、仕事で、で夕方6時ぐらいに帰ってきて、そこからまたすぐお出かけすることになっちゃって、さっき帰ってきてですね、あのー、もう今、この髪、中学1日帽子かぶってたんで、ね、またこのね髪型になってて、これじゃあちょっと見苦しいんでですね、帽子をかぶって、 出ていますお見苦しいですが、お付き合いください。はい。ということで、えっと、自己アフィリエイトですね。最後一件やっていただいて、まず20万超えですね。初月で20万超えは素晴らしい。はい。これはね、本当に前も言いましたが、名刺代わりになりますからね、自分の。キャリアとしての名刺になりますから。えー、合計21万1246円。メルカリも最終日売れてますね、えー。素晴らしいと思います。おめでとうございます。 そして、えー、出品数もですね、多分、池田さんもですね、まあ、子育てしながら、はい、あの、一回メールいただきましたよね。あの、なんか、本当なのかみたいな。藤井さんついていっても、信じても大丈夫ですかみたいな。<laughs> はい、あの、率直ですごく嬉しかったですけど、あのメッセージは。あの、ね、126品という出品をこなしていただいて、どうでしたかね ?1 ヶ月間。 はい僕としてはですねかなり手応えあったなって感じで 100, 100件超える出品数で結構もうほんと大変じゃないですか写真を撮って出品してみたいななのですっごい大変だと思うんですよそれ家事とかも一緒にやったりとかしてでもやっぱこれはね、まあ、突き詰めるとハーレーのためですからあなたのハーレーのためですあなたのハーレーの小屋をね 作ってそこで生活するためっておっしゃられてたじゃないですか。そのためにはね、すごいいいキャリアをこの1ヶ月積んでいただけたかな,たたかなと思います。本当に僕もね嬉しく思ってます。おめでとうございます。そしてですね、この1ヶ月間ね、1ヶ月間は毎日報告義務を、まあ、あの基本的には毎日こなしていただきました。明日以降はですねあの、まあもう義務はなくそうと思います。たただ、まあ、何かかあったりとか、まあ 引き続きね、毎日あの報告していただいたら僕も一生懸命返していきます。で、これからはね、前もお伝えしているように、えっ、ー、と、残り1ヶ月で、まあ、方向性ですね、次のネットビジネスの方向性について、す、まあ、り合わせていきたいなと思いますし、えっ、ー、と、あと、池田さんもですね、もう自分は女性の起業家だと、女性のやり手社長だと、自分でも思ってほしいんですよ。 でえー、とそこにはですね、やっぱり一人の社長さんとの会社っていうね、母体を持ってるっていうのを認識していただく上でもうビジネスマインドについて、マインドについてね、残り1ヶ月はやっていきたいなと思います。はい、えー、そういったねあの、今回動画を撮ってる理由っていうのは、まあ、池田さんに、ね、直接、もうダイレクトでメッセージをね、 メガネ男子がお届けするっていうのでやってるんですけど、どうでしたこれもらった時にどういう感情になっていましたどういう気持ちになったかっていうのをね、ぜひまたフィードバックしてほしいと思います。えー、まあこれもいつもやってる課題と流れですで。2番目ですね、これってもう直接ダイレクトでメッセージを送れるじゃないですか。で、池田さんも送ろうと思ったら送れるじゃないですか。で、じゃこれをね、自分でその感情を 自分が受けた感情をですね、ビジネスに生かしてほしいんですよ。はい。やっぱり、人の感情が動くと動くときに物が売れていきますから、あどうやってね、生かしていくかっていうのをぜひ、えー、シェア、フィードバックしていただきたいと思います。ということで、残り1ヶ月、えー、頑張っていきましょうということで、ご覧いただいてありがとうございます。失礼します。